お疲れ様です吉田さんあの南の帝王万田銀次郎の、まあ、切れるところはですね頭がいいところはあの貸した後に返せなくなることも想定してちゃんと貸してるってことなんですよねだから貸したはいいけど返せなくなったらどうするってことを万代銀次郎は、まあ、見抜いた上で貸してるんですよね。例えばお金を貸したたっってこなかった まあ利息だけ払って元本そのままっていうのが万田ジロンにとっては一番いいわけですよね。だから、それでもわしはかまへんでって言ってますよね。うん。元金一括で返済するか、それとも利息だけ払ってジャンプするか、わしはどっちでもかまへんでって言ってますよね。で次が利息すら払えなくなって、利息どころかもっと貸してくれっていうね、追加融資をお願いされた場合は、 とりあえず金返してからの話やっつからねまあ、真っとうなことを言ってますよねであとはもうどうしようもなくなっちゃった場合はじゃあ約束通り担保にこの土地工場こちらの方をもらおうかみたいな感じでねやっていったりとかで例えばあの娘さんがいる場合は娘さんにちょっとつらい思いしてもらなあかんなっつからねあの娘さんを風俗にいるみたいなことを匂わせたりとかしまいには町工場の 社長がお金返せなくなったら肝臓でも目玉でも売る覚悟をしてもらうな困りますなとか言ってからね、えー、う生命に関わることを脅してきたりすると、うん、まあそんなことでいろいろあるのかなとで極めつけで一番のオチっていうのはもっと悪いやつからねおじゃあこっちから取り立てようかみたいな感じでねで悪党から取り立ててあげく余ったお金を 前半の方で借金に苦しんでいた常連のちょっとずっこけたあの中小企業の社長にね「これはあんたの取り分や」とか言ってからね「万田藩大きにあんたほんまに神様や」とか言ってからねで最後にオチとして公平ぐらいが「また博打に通っちゃいけまへんで」とかね <laughs> なんかそこがね心が温まるところですよねは結局誰かから 何かの形で貸したお金を取り立てるんだけども、前半の方では、お金にだらしないね、中小企業の社長が、マンダハン接触やすから工場を取られたりとかするんですけども、でもオチとしてはね、なんかみんなが、良かったね、良かったねって感じで終わって、悪党がちょっとね、やられた、みたいなところで、退治されるみたいなところが、あの、なんか水戸黄門みたいな感じでいいんじゃないですかね。あれが、あれですよ、南の帝王シリーズの魅力かなと。 思いますね。すじ。